北陸新幹線が敦賀まで開業し、東京から福井、敦賀まで乗り換えなしで到達することが可能になりましたが、一方でこれまで福井や金沢までダイレクトでアクセス可能だった大阪、京都からは敦賀での乗り換えが必要になりました。そのため北陸地方の各自治体からは、敦賀から新大阪への北陸新幹線一刻も早い延伸が要望されていますが、京都府内での環境を懸念する声も大きく、一向に話が進む様子はありません。そこで話題に上がるのが、敦賀から米原へ北陸新幹線を延伸させて、東海道新幹線に接続してみてはどうかという案。しかし、私は米原駅への延伸は実現不可能と考えています。今回は北陸新幹線米原延伸がなぜ難しいのか、その理由について考察をしていきたいと思います。さて、この3月に敦賀駅まで延伸いたしました北陸新幹線ですが、その中でも注目を集めているのが敦賀での乗り換えです。冒頭でも触れましたように、大阪、京都からは特急サンダーバード、名古屋、米原からは特急しらさぎを利用することで、福井、金沢といった北陸地方の主要都市へアクセスできていましたが、北陸新幹線開業により敦賀駅での乗り換えを強いられるようになりました。また敦賀駅での乗り換えでは、特急サンダーバード、特急しらさぎが停車する地上ホームから新幹線の高架ホームへの上下移動が必要となっており、西九州新幹線の武雄温泉駅のように同一ホーム上での乗り換えではありません。また乗り換え時間は最短で8分とかなり短く設定されており、乗客にとってはかなりタイトなスケジュールとなっています。これは大きな荷物を持っていたり、小さな子供連れ、またお年寄りの方だと非常に大きなストレスを感じることがあるかもしれません。一方で北陸新幹線の速達効果を見ると、金沢駅では約30分、富山駅では約40分と、その恩恵を感じられる程度の時間短縮が実現されています。しかし福井駅ではわずか5分の時間短縮と、その新幹線による恩恵はほとんどないと言っても過言ではありません。また北陸地方はもともと関西圏との結びつきが強く、敦賀での乗り換えによる分断は北陸新幹線の速達効果がほとんどない福井だけではなく、金沢や富山でも懸念されています。実際北陸新幹線が金沢駅まで延伸された際、富山では特急サンダーバードの大阪からの直通を求めたほどであり、そのため敦賀乗り換えのデメリットの早急な解消を望む声が福井だけではなく北陸地方の各地域から上がっているのが現状です。そのためには一刻も早く北陸新幹線の新大阪駅延伸を実現したいところですが、その実現は京都府内の環境保護の問題などにより環境アセスメントが全く進められておらず、その延伸計画の実行が極めて不透明な状態にあるわけです。そうした中、北陸地方では関西圏へのアクセス改善のための一案として、北陸新幹線の米原駅への延伸と東海道新幹線への接続が挙げられているわけです。しかしこれがなかなかの難題であり、私はこれが実現できるとは考えておりません。それは様々な問題があるからです。その問題点を一つずつ見ていきましょう。まず最初に注目すべきは、東海道新幹線への乗り入れに対する JR 東海の考え方です。現時点において JR 東海は東海道新幹線にて全列車16両編成、座席数1323席に統一しており、これ以外の車両の乗り入れを受け入れるとは思えません。東海道新幹線と北陸新幹線には運行システムの違いなどもっと高度な問題もありますが、それ以前に東海道新幹線の画一的な列車の運用という高いハードルがあります。北陸新幹線は12両編成で運行されているため、そのホームの長さから16両編成に合わせることができないため、この時点で北陸新幹線の東海道新幹線乗り入れは事実上不可能ということになります。リニア中央新幹線が開通すれば、東海道新幹線の容量に余裕ができ、JR 東海の考えももっと柔軟になり、
その時点で北陸新幹線の乗り入れが実現できるかもしれません。ただそのリニア中央新幹線は品川駅から名古屋駅の区間ですら大幅な工事の遅れが生じており、そのさらに延伸となります名古屋駅から新大阪駅の区間に至っては開通時期というのは全く読めません。さらに言えばリニア中央新幹線開業後、 JR 東海が北陸新幹線の乗り入れを許可してくれるという保証もなく、米原駅まで延伸しても米原駅での東海道新幹線と北陸新幹線の乗り換えが永久に続く可能性すらあります。仮に JR 東海がリニア中央新幹線開業後に北陸新幹線の乗り入れを認めたとしても、まだまだ問題はあります。まずは米原駅延伸に関しての滋賀県の考えです。これ延伸いたしますと滋賀県にも建設費負担が生じますが、その金額もはっきりとしていない現時点において、滋賀県が建設費を受け入れるかどうかも明確ではありません。そして整備新幹線の建設には並行在来線分離の問題がつきまといます。北陸新幹線が米原駅まで延伸されるということを普通に考えれば、並行する在来線は北陸本線となり、米原駅から敦賀駅の区間が並行在来線として分離されることになるでしょう。そしてこの区間、新幹線で線路を引くとおそらく 40km 程度になると思われ、そうなると駅はせいぜい滋賀県内に一つだけであり、滋賀県のメリットはかなり限られます。ただ北陸新幹線が米原駅に延伸されれば、現在大阪駅から敦賀駅へ運行されているサンダーバードが廃止になると思われます。そう考えると、そのサンダーバードが運行されている湖西線が並行在来線となる可能性もあります。実際西九州新幹線では新幹線に並行する大村線ではなく、特急かもめが運行されていた長崎本線の江北駅から諫早駅の区間が並行在来線となりましたし、 JR 西日本は北陸新幹線が新大阪駅まで延伸した場合、湖西線が並行在来線になると過去に発言しており、米原駅延伸となった場合でも湖西線が並行在来線になる可能性は十分にあります。しかしそうなると新幹線が沿線を走るわけでもなく、ただ並行在来線として湖西線が分離されてしまう、湖西線の沿線自治体からは猛反発が予想され、早期開業を目指すはずの米原駅延伸ルートでも話が滋賀県内で止まってしまう可能性があります。そして福井県の立場もかなり微妙なものとなります。福井県としては福井駅への時短効果が現時点で5分しかなく、関西圏への早期新幹線直結により大幅な時間短縮を望むものの、すでに小浜市を経由する北陸新幹線のルートが決まっており、決定された小浜経由ルートでの大阪直結というのが福井県の大前提となっていると思います。これが仮に米原駅延伸となると小浜市は当然納得しないでしょうし、福井県としても小浜市を中心とした県西部への新幹線波及効果がゼロになってしまうため、米原駅延伸は望む形のものではありません。ましてや今話を進めるとなると JR 東海の対応が不透明なままなので、福井県としては受け入れられないと思います。そして最後に JR 西日本の立場で考えてみましょう。北陸新幹線はご承知の通り整備新幹線であり、その建設においては運行主体となる JR、 つまり JR 西日本が同意する必要があります。仮に北陸新幹線が米原駅接続となった場合、北陸新幹線の東海道新幹線乗り入れの可否にかかわらず、米原駅から新大阪駅の区間については JR 東海の路線となります。現在の北陸新幹線計画ルートで新大阪駅まで延伸できれば、現在特急サンダーバードが運行されている大阪駅から敦賀駅の区間を新幹線で完全に置き換えることができるため、 JR 西日本にとっては望ましい形となります。しかし米原駅延伸では JR 西日本が得られる収益は米原駅から敦賀駅の区間のみとなり、本来 JR 西日本の収益となる部分が JR 東海のものとなってしまうわけです。ならば JR 西日本としては無理に米原駅に接続せずとも、
JR 西日本により特急サンダーバードを敦賀駅まで運行する方が理にかなっているわけです。このように北陸新幹線を米原駅に延伸させれば、その建設そのものはオバマから京都を通るルートに比べるとかなり簡単なものになると思われます。ただその主体となるべく JR 西日本や滋賀県にとって米原延伸というのはメリットがほとんどなく、いかに石川県や富山県が米原延伸ルートを強力に推したとしても、滋賀県や JR 西日本がこのルートを飲むとは到底思えないという、それが私の考えということになります。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。